お待たせいたしました。市民球場です。阪神タイガース対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は左の鈴木、対するカープの先発は右の河野、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。左の鈴木、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターは羽月。背番号69。第1球投げた、外角低めいっぱいストライク、いきなり151キロ。第2球ボール。第3球打ちました、ファウルボール。追い込んで投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッターは2番内田。内田背番号63。第1球初球を打った、高寺バックしていった、これはヒットになります。内田いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番中村。第1球投げた、アウトローを見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、まっすぐ見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、内角低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。背番号60。第1球投げました、低めストライク、いきなり152キロ。第2球投げました、高速スライダーボール。第3球を投げました、ストレートはボール、内角低め。さあ、4球目アウトロー空振り。次が5球目、アウトコース低め、空振り三振。鈴木3番4番と連続三振で切り抜けています。タイガース大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のうぐさ。第1球投げました、アウトローへストライク、いきなり152キロ。第2球投げた、これもしかし空振り。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、危ない球。第5球投げた、ボール、アウトローへ。第6球を投げた、流し打ち、どうだ、ヒット、レフト前ヒットになった。うぐさナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。右バッターボックスは6番中村。背番号50。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第1球1球目ストレート空振り、いきなり152キロ。第2球投げました、打った、ファール。追い込んでから投げました、あーっとショーフライになった、バッターアウト。左バッターボックスには持ち丸。持ち丸背番号57。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球ボール、まずは外角高め。さあ、次の投球投げました、直球ストライク、アウトローへ。少し迷ったか。第3球を投げました、打ちました、ファール。第4球はうぐさ、走った、外れた、ボールを二塁へ、これは楽々セーフ、盗塁を許します。さあ、リプレイです。第5球投げました、スローカーブ、見逃し三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは大森。大森背番号59。第1球投げた、初球空振り、外のボール球を振らせました。第2球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、掴んで、これで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。鈴木ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表が終わって0対0です。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番韮澤。第1球見送ってストライク。第2球投げた、ボール、アウトコース低め。第3球内角低めいっぱいストライク。第4球は打った、ライトへの打球、ヒット。
ニラサワ、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。あーっと、ショーフライになった。ファールボール。初球ファールから第2球、ストレートはボール。高め、第3球を投げた。あーっと、ショーフライになった。これはフェンスに当たってファール。第4球を投げた。ボール。投げました。打ちました。取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは2番内田、今日2度目のバット。初球から打ってった、抜けた。中継、内田ナイスバッティングです。タイガース先制のピンチを迎えます。バッターは3番中村、今日の第1打席はスイングアウト、直球ストライク、タイミング合いません。決まった、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。1球外した、ボール。第4球は内角、ボール球打った、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。バッターは4番田村、第1打席はスイング、低めのボール引っ掛けた、ライトへ行った、ヒット。韮澤一気にホームへ。中継、カープ1点先制、田村タイムリーヒット。タイガースなおもピンチが続きます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。ランナー2人を置いて迎えるバッターはうぐさ、第1球投げました、ストライク。いきなり150キロ。第2球、低めの球空振り、これで追い込みました。投球は3球目、投げました、1球外してボール。次は4球目、投げた、変化球、空振り三振。3回の表が終わって1対0タイガース先制点を奪われています。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは中村、投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球、高速スライダー見送ってストライク。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ファール。さあ、投球は5球目、投げた、打った、ショートバウンド、ボールを取った。高寺軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番持丸、これが2度目のバッターボックス。第1球、第2球、投げました、打った、切れていきます、ファール。追い込んで第3球を投げました、三振。鈴木見事なピッチングです。左バッターボックスは8番大森、第1打席はセカンドフライに倒れています。第1球、さあ次の投球、投げました、ボール。投球は3球目、投げました、インコース低め、ストライク。投球これから4球目、外角、空振り三振。鈴木最後は空振り三振で仕留めました。4回の表が終わって1対1です。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは韮澤、ストレートはボール。投げました、ボール。第3球は打ちました、抜けた。韮澤いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。打順は1番に帰って羽月、今日は三振とショートフライ。第1球、あーっと、ショーフライになった。サードグラウンドで取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。右バッターボックスには内田、第2球見送ってボール。投球は3球目、投げた、流し打ち、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。右バッターボックスは3番中村、今日は三振とショートフライ。投げた、低め外角、ストライク。いきなり152キロ。1球目空振りから、第2球、第3球を投げた、外れた、ボール。投げた、外角低め、空振り三振。5回の表が終わって1対1同点です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは田村、第1球投げた、アウトコース低め、ストライク。いきなり152キロ。外角低めいっぱい、ストライク。これで追い込みました。第3球は1つ外した、ボール。次が4球目、投げました、スローカーブ、空振り三振。2者連続三振。バッターは DH のうぐさ、第1球決まってストライク。いきなり152キロ。さあ、次の投球、投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、空振り三振、バットアウト。うずさ、全くタイミングが合いません。先ほどのプレーです。バッターは6番中村、
第9球投げました。これは引っ掛けた。サード右横のフライになりました。取ってこれで3アウトチェンジ。鈴木三者凡退、無得点に抑えています。6回の表が終わって3対1です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは持ち丸。ここまで2三振といいところがありません。第9球ボール、まずは低め投げました。見送ってストライク。投球はこれから3球目。打った。高寺ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番大森。今日はセカンドフライと三振。第9球打ちました。ファール。第2球投げた。打ちました。一二塁歓迎の当たり、一塁へ送る。アウト。これで2アウト、ランナーありません。タイガース快勝しました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。